クラテパーキングエリアは、福岡県クラテ郡クラテ町、中山の九州自動車道場にあるパーキングエリア。下り線のみに設置されている。かつてはトイレと自動販売機、小規模飲食コーナーのみの形態であったが、2007年7月31日、農型パーキングエリアとともにイオングループのコンビニエンスストアミニストップが出店した。これにより自動販売機は、 撤去されている。運営事業者は、財団法人道路施設協会、財団法人道路サービス機構を経て、西日本高速道路、サービスホールディングス株式会社となっている。かつては高速バスの停留所が併設されていたが、2006年4月1日付で、能型パーキングエリアの向かいの下り線側に、バス停留所を新設し、能型パーキングエリアから双方向へのバス利用が、 可能となったのと引き換えに廃止された。その跡地は2011年に開通したクラテインターチェンジの一部となっており、現在 PA 内にバス停の痕跡はなく、県道472号線からバス停に至る階段が残るのみである。県道472号線上には西鉄バス地区方の路線が通っており、恩賀川,川駅、能型駅方面にバスが運行されているが、 当 PA のバス停廃止により、最寄りの停留所は、倉手パーキングエリア口から、中屋敷に名称変更された。ありがとうございます。